クライドの起源、ヒクソンと高田の戦い、そこに寄り添う一人の男、これは紀元前の物語。元祖グレイシー道場破り、安城洋次。我々こそ最強で、あとは全てまやかしだ。過激なアジテートで一時代を築いた UWF インターナショナル、あらゆる団体に喧嘩を打ってきた。彼らの中でも安城は実力派の特攻隊長として先頭に立っていた。そんな過激派最大のターゲットがこの一族。94年安城は一人グレイシー道場に乗り込んだ。標的は他の誰でもない400戦無敗の男。道場破りが始まった。30名を超える道場生が取り囲む中、安城の悲鳴だけが響く。その直後、勝ち誇るヒクソンと何十発もの拳を浴び血だるまになった男の姿。帰国後、安城は日本人の面汚し、恥さらしと罵声を浴びた。もう高田さんはじめみんなに顔向けできないなっていうのはずっとありましたけど、自分がいない方がいいのかなっていう、この場にもう人格破壊がそこで、起きましたね、自分の中で。グレイシー一族はその後日本に本格進出。安城の道場破り失敗がその呼び水になったと言われている。全ての責任を背負い生きることを決めた安城は、その後日の当たらない道を長年さまよい歩いた。あの道場破りから10年が経った39歳の大晦日、その輪には加られないなっていうね、そういう寂しさ、悔しさ、もう本当に自分にとってはものすごく敷居が高い状態ですんで、まあ確かに自分もリングに上がるからには恥をかくつもりはありませんので。これもまた定め。グレイシー最強の喧嘩屋、ハイアングレイシー、ストリートファイト500戦無敗と豪語する真の喧嘩屋。歯向かう者は失神するまで殴り続け、腕は折るまで締め上げる。罵る、参ったと泣きわめくまで蹴り続ける。叫ぶ、壊す、一族切っての問題児。道場破り、真っ向を受けて立つ。失われた日々を取り戻すための戦い、10年目の道場破り。10年分の涙を胸に、安城洋次 VS ハイアングレイシー。これより第3試合を行います。青コーナー174センチ、 97.3キロ、ハイアングレイシー。グレイシーの前に永久に地獄に落ちろ、ハイアングレイシー。赤コーナー180センチ、 95キロ、安城洋次。さまよい続けた10年、自分を取り戻せ、安城洋次です。さあ高田さん、はい、高田さんもおそらくね、胸いっぱいのこのリング上だと思いますけれども、胸が締め付けられるような、本当に見たいけど、なんか見たくないようなね、まあ、でも非常に安城いい顔して入場してきましたね、思い出しますよ、10年前を。10年前ヒクソングレイシーに返り討ちにされた安城、それでも僕の師匠は高田さんです、そう安城は話していました。向かうはグレイシー、10年前自らをコンパ美人にされたグレイシー一族が、10年経った今宵再び男祭りのこのリング、安城の目の前にいます。おお、コール来ましたよ、膝が見たいですね、安城のね。安城洋次、
10年前失われたままの自分、取り戻す戦いのゴングが鳴り響きました。プライドは初参戦です。安城総合格闘技は4年ぶりという安城です。ネック入ったレイシーさっきに行った、かわしきれない安城、足が捕まえられた、テイクダウン奪われる、後ろはロープです。何しろ安城は4年ぶりのバーディートゥードゥ、高田さんこの間の試合感ですよね、はい、そうですね。ただもうこの試合に限ってはあとサイド捉えるか、今のね、タックルもねパンチちゃんと倒しに行くパンチ打ってるんですよ、だからね相手がこうパンチの方に意識いくから、はい、タックルもその後早いでしょ、テイクダウンをね簡単に捉えるんですよね、これにみんなやられてるんですよね、ただ安城はこれ4年ぶりの総合格闘技の舞台、初めてプライドのリングに上がる時でも高田さん宝道場へはいけなかったって そう話してましたね、この試合で勝ってもう一度勝って高田さんの元へ戻っていくんだ、そう安城は話していました。ハイアンが上から安城を抑え込んでいます。4年ぶりのバーディートゥール、試合感もあるいはスピードも自分の予想以上のものを今安城は感じているかもしれません。サイドを取られている、サイドを取ったハイアングレイシー、安城も寝技のスキル非常に高いですけども、ハイアンもうまいですよ。さあ肩を固めに行くか、肩を取られている、危ないぞ安城、危ない、一気に決めに行くか、これ高田さん体勢はどうですか。まだ大丈夫です、ね、まだ大丈夫ですか、まですよ、ポジションを探しています、はい、息の根を止めるポジションを上からハイアンが探しています。本当に苦しかったら安城の両手が、ね、相手を突き放そうとしますから。あ、なるほどね、まだ、まだ安城は耐えている状況、はい、この試合に限ってはしかし小池さん、はい、もう技術がどうとか、はい、技がどうとか、そういう試合じゃないでしょうね、おそらくね、この試合に限っては何て言うのか分からないですけど、ハイアン選手のその、まあ、その安城選手の 4年間 の, そのバーリートゥードの空白の期間っていうのがやっぱすごく気になってしまいますよね、はい、そこをどういうふうな今回練習を積んできたのかっていうのも考えます。しかもこれグレイシーにとっては、安城にとってはこの10年もう忘れようとしても忘れられなかったあの、もうグレイシーにとってはたくさんいた道場破りに失敗した者のうちの一人に過ぎない、はい、そういえばそんなやつがいたな、そんな程度でしかないようです。でもそれじゃ悔しいですよね、狙われるか狙われるか、この試合でも敗れるわけにはいかない安城、苦しい状況が続いています。抑え込まれている、相手はハイアン、非常にハイアン選手慎重に来てますね、安城が語っていましたが、こう喧嘩や喧嘩やアグレッシブとイメージで打っているようだが、実はこの寝技できっちり仕留めに来るんですね、非常に技術が高いですね、安城はそう話していました。だハイアン選手の対戦になられたらなかなかねスタンドにねエスケープするのは困難ですよね。ノービアでポジションが悪かったため、その状態のままリングの中央に戻されてリスタートです。安城不利の状況は変わりありません。もうこれ状況としてはハイアンはどうやって仕留めようかと最後の一撃を狙いにいっている状況なんでしょうかね。そしてもう足をもう一本抜きたいですね、ああ確かにそうですね、ハイアンがかなりエキサイトしています。森さんレフェリーからイエローカードが示されています、はい、はね、森さん、森さん、森さん、はい、セコンドもね、ヘンゾがついてるんですけどね、はい、お前を落ち着けよというふうに、ね、立ち上がって言ってます。あ、そうですか。このグレイシー、ハイアングレイシーのお兄さんがちょうどヘンゾグレイシーになります、ね、グレイシーというこの一族は一族に向かってくるものに対してはとてつもない強さを発揮してきます、うん、これまだ納得いきません。ハイアン、まあ、そんなに感情的になる場面ではないと思うんですよ ね、そうですね、ハイアンですからね、はい、何しろこの人はリミッターが外れると何をすれかすか分かりません、はい、さあハイアンはこれは怒りに火がついた。安城は冷静かどうか、右のストレートタックルに行く、ハイアンのタックル捉える、安城またテイクダウン奪われた、サイド捉えてますよ、二度目のテイクダウン奪われました。安城です拳を下ろしていく、もうこれはハイアンは作戦も何もないかもしれない、怒りに任せて一気に仕留めに行くか、とどめを刺しに行くでしょうか。ハイアン、安城の苦しい状況が続いています。これ安城はこの状態のままキープしても脱出の機会を伺うしかないですかね。そうですね、あの体をうまくエビを使いながら逃げてスタンドに持っていきたいですね。ただこれ抑えられているだけのようにも見えますが、相当これエネルギーを消費するものなんですかね。そうですね、
耐える時間が続いています。安城これを中央に持っていくことなんですね。中央に持っていくことなんですけど、ハイヤンがまたスタンドなんじゃないかと。今ドントムーブの状態のままリングの中央に動いてリスタートです。そうです。安城の耐える時間、苦しい状況が続いています。ただ安城は10年耐えました。あのヒクソンの道場破り、あの屈辱から10年耐え続けた安城、待って待ってようやくこの機会を迎えた安城です。さあこの状態からリスタート。正しい姿勢です。間違ってます。耐える時間続いている安城、抑え込んでいるハイヤン。ハイヤンはレフェリーの裁きに納得がいかなくてかなりエキサイトしたシーンを見せました。上から抑え込んでいるハイヤン、もうこれハイヤンは何でもできる状況なんでしょうか。そうですね。これをブリッジでかわしていこうという安城、ただ10年前あの高田さんが率いていたユーインター存在の頃はこの安城こそが最強だというものも多かったですからね。その安城が今抑え込まれている。10年前と同じ思いをしなくてはならないのか。そんな思いはもう嫌だ。もううまいですね。このリング上で払拭したい。しかし脱出できない安城、かなり苦しいです。ただかろうじてハイアンの右足をフックして完全なポジションが奪われずには済んでいる安城。ブリッジで回るが危ないですよ。今腕危なかったな。逆にバックを取られちゃう。危ないですよ。腕危ないですよ。腕さらに安城いいパンチ回ってる。いいパンチ回ってる。フックが一発入りました。今ね、4発ぐらいいいパンチ入りましたね。4発入りましたか、はい、かなり厳しい状況に一瞬追い込まれました。あのまま KO でもおかしくなかったシーンです。ちょっと今嫌な状態ですよ。安城、小池さん、これ安城脱出してほしいですね。ねえ、本当どうやったら脱出できるんだろうって感じですよ。10年耐えたんです。10年待って待ってずっとずっと屈辱の日々を過ごしていた安城、ようやくこのプライドのリングに上がることができました。師匠高田さんが見つめる前で10年前失われたままの自分を取り戻すためにリングに上がってきた安城です。今安城は何もやらないんじゃなくてできないんですね。させてもらえない、ハイアンのコントロールうまいですからね、ブランクがあります安城です。もうハイアンがこれはもう仕留めにはかかってるんでしょうが、腕を狙おうとしてるんじゃないですか、これを出すか逃れるか。これどう、高田さんどうでしょうね。安城はもう耐えるので精一杯でしょうか。そうですね、今もうディフェンスですね、このまましかしまだ残り時間第1ラウンドまだ残ってますからね。この足がフックされている限り、まあなんとか安城はかろうじて耐えているという、はい、これを今抜こうとしてる、抜けましたか。抜けましたね。抜けて、いやまだかろうじてハイアンの左腕取ってますよ。腕だ、危ない危ない、安城の腕を取られている、危ない危ない、ちょっと浅いです。ハイアンが腕を取っている、まだ浅いです。ロックが外れましたが、今度は右の手ついた後ろを向いた。長期打つね、長期首を取られる。防戦一方の安城、この10年耐え続けた安城、目の前の敵グレイシー一族、今宵のリングも厳しい戦いです。強肩と言われながらもやっぱりね、場内からは安城を通る。首を取られる、首を取られるか。ハイアンが狙っているのはこれ高橋さん首ですか。チョークですね。安城もおそらくは分かっているでしょうが、防ぐ術はあるかどうか。呼吸を整えています。かかとを落としてスタミナを奪ってハイアン、先ほどよりもこれ高田さん、さらにハイアンは有利な位置に動いたといっていいですね。逆十字も気をつけた方がいいですよ。腕も危ないですか、腕あるいは首。ハイアンにとってはもうとどめを刺せる一歩手前の状況に来ています。安城はそれだけ絶体絶命の時間がもう試合開始のウォンから以降ずっと続いています。胴回りをきっちりとフックされて安城は脱出できない状況。このまま1ラウンド終了のゴングを待つしかないのか、その前にハイアンが仕留めてしまうのかどうか。10年ぶりに自らの前に立ち上がっているグレイシー、もう二度と戦うことはないのかもしれない、そんなことも話していた安城ですが、残りは3分です。このパンチは嫌ですよ。3分は安城にとっては高田さん長いかもしれませんね。長いですね、この体勢の3分は長いですね。ハイアンにとってみれば3分もあります。この体勢からあと一歩極めることができればその時点でジエンド、抜け出せるようなこれ手段は高田さんありますか。安城ちょっとね、いい体勢じゃない。なんとか足を正面に向きたいですね。正面向きたい、後ろを取られる状況ですからね、抱き合うような方向に持っていきたいですね。この状況だと安城も何もできない状況なんでしょうか。はい、このまま耐えるしかありません。今ディフェンスです。とどめを刺されるのをなんとか一歩手前のところでこらえている安城です。
どうやって脱出するのか、する手段はあるのかどうか。難しい時間です。ハイアン選手の方がずいぶん上に上がってきてるんで、状態が、ここから首取るのは難しいでしょうね。となると残された選択肢はハイアンからしてみれば、ハイアンからしてみれば下になって、もうあえてここで首狙わずに、はい、自分から下になってもいいかもしれないですね。腕というのはもうありえないです。はい、腕は難しい。安城が両足をマットにつけて立ち上がろうとしています。正面向きたいですね。安城左の拳を一発入れました。苦しい状況には変わりはありませんが、脱出を試みている安城。腕気をつけた方がいいですよ、これ。十字十字。タップアウトで敗れました。攻めが緻密ですよ。脱出しようとしたその刹那だったかもしれません。どう猛な策士ですね。彼はリング上の安城、94年12月7日のあのキソンへの道場破りから10年、師匠高田がこのプライドのリングに呼んでくれた、その思いに応えたい、応えたかった。しかし願いは叶わず、安城洋次、グレイシーの前に返り討ちです。腕を取られてタップアウトに終わった安城、腕を思いっきり締め上げてましたから、これバックを取られてからはもう、まあ、それ以前もそうですが、はい、完全に試合をコントロールされてました、はい、そうですね、完全にハイアンがコントロールしましたね。まあ、4年ぶりのブランク、4年のブランクもあった安城ですが、これ肘伸びてるかもしれないですね。はい、筋が完全に伸びてます。もう180度以上曲がってましたからね、多分しばらく使い物にならないですよ、あの肘は。